読闇棚んんでも調査団はじめちゃんでございます。本日、私はですねえー。読谷その溶けし、青年会の方にね。ちょっとインタビューしてみたいと思います。さあ、今週末にですね。ちょっとイベントが行われるということがありますので、そちらもね。ちょっと告知していただきたいと思います。さあ、早速こんばんは。こんばんは。んんは,はい、お名前の方お願いします。え、溶けし、青年会会長の玉城美智がです。はい。えー 青年会長の玉城さんにお越ししいたただきましたさあ玉城さん、はい、早速ですが今週末何かイベントが行われるという風に聞いているんですか何ですかこれあこれは時市あ第4回時計師エーサー足火祭りを開催しますそして、えーまあ、この第4回時計師エーサー足火祭りを、まあ、開催した結果けは、まあ、青年会自体がまあ100周年を迎え それから、まあ、お客さんからの評判がよく、まあ、名前は変わりましたが、まあ、第1回、とけしえいさび祭りを開催し今、第4回と続いている状態です。ということで、まあ、お盆の時期にです、ね、ちょっと外れた形にはなるんですが、まあ、1か月ぐらい後に大体開催されているはいう形ですかね。毎年あ はい、でなので、ね、エイサー、今年まだ見てないよという船訪れた観光客の皆さん、まだ見れますので、ね、ぜひ今週末見に行きたい、見に行っていただきたいと思います。で、これ、場所、どちらでやるんですか。えっと、時計市公民館の方でで、えーまあ今週の日曜日に、まあ、出演団体としては、き、え、な、ー、読谷村きな青年会、そして、沖縄市、えー、東青年会、で、風良町千丸保存会。 で、沖縄市中野町青年会ってなっています。はい。まあね、最後に言い忘れて、まあ、時計青年会もやりますよね。はい。はい。え <laughs>、ね、え、時計師青年会です、ね。はい、はい、というね。まあ、五団体がね、出演するということでございますのでね。ぜひ皆さんも、まあ、最後の、まあ、読谷で最後にひ開かれるエイサーかもしれませんので、ぜひこちら見に行っていただきたいと思います。で、こちら開始は何時からですか、えー、？6時半開始になっていて、まあ。 バザーの方もありますのので、まあ、皆ささん見に来てください、はいでまあ、バザーの方もやるということでございます。でまたね、あのー、どういった演目「とけし」は踊られるんですかこれ教えていただきたいんですか。あはい、えーまあ、読谷からは目指しちょっと名門からの、えーまあ、スタートでそれから、まあ、ゆったりとした印字口そして最後に、あのー、大太鼓岳でりになって。 踊る等身堂胃が見どころです、はい、ね。あのー、私もねちょっとね。方言は聞き取れるんですけど、ね、どう行ったら良かったら、ね。まいちよく分かったらないい <laughs> ところなんでね。これはぜひね。皆さんはねた。あのー、会場行ってっ、もうこちら楽しんでいただければと思います。まあ、ね、土下座はこういう形でありますしほ他のね。各団体にもですね。それぞれの演目ありますのでね。是非注目していただきたいと思います。それでは最後に意気込みの方、楽勝さん聞いておきましょう。意気込みははい。土下青年会のえー。 花を咲かせるので皆さん見に来てくださいありがとうございますはいというわけでございますね、えー、今週末9月のですね23日ね、えー、6時半夕方6時半からですね時計市公民館で開か,れ開かれますのでねぜひ皆さんこの A3 祭りね、えー、参加見に行ってくださいよろしくお願いします本日ありがとうございましたありがとうございます